さあやってきましたパクパク TV。 この看板っていうの、これ私ら看板司会。そうやね、どうする M って書いて C で MC。 嬉しいってさ、ほんまにこれちょっともう乾杯しなあかんのじゃん、これは乾杯。グイッといくよ。どうした？何何何？ちょっと待った。ちょっと待って。目が。はい。ちょ。はい。何しとるのか。ゲストでしょ。いやゲスト違います。MC は僕らですから。え？え？あなた方そんなんできるわけないじゃないですか。え？乾杯あれ、うん、確かに乾杯聞こえたけどな。興味番組は一発目で乾杯言うてる番組ないよ。この4人でね、よくやっていこうという番組でございますので、お願いします。さあ、この番組でございますが、メニューがいろいろあるそうです。このメニューの中から、選んでですね、そのテーマに従ったことをやろうじゃないかと、いうことになっております。はい、まあ、一発目やろ、ね、一発目やからね、うん、大体ね、あるかどうかも分からんしな。このメンバーそれ知らんもんな。そうやな、言うても事務所も違いますし、だってはっきり言うても名前知らんもんね。あの人とは、うん、まあ、番組上は喋るけど最後まで打ち解けられへんって七井くんが言ってそれは言うなあかんやろ。これ一人でやっていこうかなって。ロケ車で言うてた。ロケ車で言うてた。お前言うてたもん。ほんま怖いこと言うてた。お前一人で言ったお前売れる言うてたもん。いや、うん、自分ら俺やっていく自信ないわ。ほんまないわ俺。ほなこれでもちょうどええのあるやん。ちょうどあるやん、ね、すごいのあるやん。呼んであげてよ。呼んであげてよ。力合わせて一致団結って、もう俺できるって。できる自信がない。さあ記念すべき第1回は滋賀県にやってまいりました。琵琶湖の近くでもなく、そうやね、どこやねん。オープニングは駐車場でもある。ほらもうエンジンかけて出はるから、もう前へ。みんな自分考えたらあかんねん。前やで、なんで僕なんや。全部俺のせい。あのね、バラバラですから、はい、これから4人で番組やっていく上でですね、やっぱり一致団結協力をしていかなあかんということでございます。それができるかどうかを、あちらのお店で試してみようじゃないかということでございます。ここに来たあのお店でお世話になる意味がちゃんとありますから。さあ、今からですね、団結力を試すゲームをするんですが、失敗すればですね、なんと罰ゲームとして驚愕料理を食べていただきます。おー、なんでそんな、ダメなことなんや。一つ目のゲームはこちらでございます。逆巻きドロップスソムリエ。待って、3人とも協力的にしてよ。何がおかしいんですか。何もない。あんたのなんか必死さんが頑張れと思う。俺が必死にならんかったらみんなふわっとされてるかもしれないけどな。もうそれでは、ルール説明をいたします。誰もが一度は食べたことがあるサクマ式ドロップス、缶の中にはですね、いちご、レモン、オレンジ、パイン、メロン、ハッカ、ブドウ、チョコ、この8種類ですね。このゲームは1人ずつ目隠しをした状態で飴を舐めて何味か当てていただきます。そんなボケとかいらへんよ。分かってる。8種類にない味言うたりすんのね。私らはボケせんけどな。こっちの方がやっぱりな。俺らもうそんなもう自分がちょっと嫌な目に遭うんやったら必死になって当てて。そういうの顔に出たもんな。時々出るもん。よし来い。よし。1回目はこの味です。はい、ああ。あった。気持ち悪いね。ごめんなさい。わ、これわかる。ゆっくりでいいから。これほんま大嫌いな味。一つ目の答えでいただきましょう。答えはストロベリー。おお。この飴食べるのもう10年ぶりぐらいじゃん。ちょっともうここで罰ゲームみたいになってるやん。よっしゃ、いくよ。いいで。うわー怖い。あーそう。いくよ。うん、
これ味ある？あ、ちょっとこれあれですよね。ちょっとマイナー系ですよね。ちょっとマイナー系じゃない？うん、2回目、うん、コーヒー。ピンポン！ちょっと怖いマーケンといて。今のコーヒーじゃなかった？コーヒーなんかないで。それ何種類全部覚えとけ、お前読んだから。自分何してんの？今スキリができるって言うんだからさ。いきますよ、言うよ、生で言うよ。コーヒーって言った時点で、うん、答えを知ってる3人は何て言ったの？今更ね、うーですって言われても必死さがうざいね。バカって、もうそれも団結やからみんなで食べよう。俺あかんと思うよ。ということで結果このゲームダメー。なんか出すとこいかんけどな。俺ゲーム参加してるから舐めたかった。もう腹が立つだけよ。罰ゲーム、まず最初の驚愕料理は何？こちら、ダダン。うわ、何？うわ、無理だ。唐揚げ。うわ、こちらのサソリは、はい、毒の方は、まあ、大丈夫です。ぬちゃんね、マジで大丈夫なの？こんな若造がほんまに大丈夫なの？ほんまやねん。バッチリ OK。これなんか体にいいんですか？あ、めっちゃ需要と競争に。ほんまか。軽いわ、言い方が。軽いな。いきますよ。食べて。うわ。うわ。うわ。何やのそのリアクション。結構食べれる。そうやろ、マジで。だから味覚ないねんって。チョコとコーヒー間違ったらめっちゃいっちゃう。ほんまやな。ほんでもうちょっと食べてみ、うん、いくよ、胴の部分いくよ、うん、ちょっと柔らかい部分がちょっとキュッと出たね。うわうわうわ、顔顔。女忘れてんね。もう寝てといて。ぐっさ。うわ私。食べるな、ぐっさ。やばいよ今。これやや。じゃあ見てみ。ここか。ちょっとバッてね。ここちょっと刺さってる。周りごはんだけにするやんか。めっかい。いや、おい、うわ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